つまんで食べる珍味かな。手先のビニール、するがいいかも。スーラーフン、サンラーヌードルが到着いたしました。日本のうどんのような麺だと思って食べてみたのですが、日本のうどんよりもとてももちもちしている麺でした。中にはピーナッツも入っておりました。